ギースルエジェクタとは、蒸気機関車の煙突の一種、ギースル式誘導通風装置とも言う。留置中の733号機の沼の沢駅を通過する349号機オーストリアのウィーン工科大学の教授、アドルフ・ギースル・ギースリングエが開発した。開発者の名にちなみギースルエジェクタと呼ばれ、オーストリア国鉄で多く採用された。 オーストリアから輸入された装置を装備した D51-349 と357の煙突の側面には、本装置のパテント番号等を記したオリジナル名板があり、そこにあるギスル・イジェクター・ウィズ・スーパー・ヒート・ブースターという記述が、本装置の機能を端的に物語っている。装置は、主として、煙室内に一列に設置された特殊ブラスト管と、 特殊な形状の煙突からなっている。この煙突は普通の煙突のような煙突型ではなく、前後に細長い長円形で、側面から見ると逆台形のような形状である。シリンダから送られる蒸気をブラスト管から排出する際、通気量等によって吐き出し面積を可変、調整して効率よく排出することと、小気セルよりも大気セルに、 石炭の燃焼ガスを多く通すことより、従来の煙突に比べて燃焼効率を高めることができ、それによって蒸気温度を上げ、消費する石炭の量を減らして牽引力を上げ、火の粉を減らす効果がある。実験では9から15%ほどの石炭の節約、んだや火の粉の減少等の効果が確認された。ギースルエジェクタの煙突からの排気炎は、 立甲時等の排気量の多い時は普通の煙突と同じように全体から排出されるが、停車時のように負荷が小さく軽くブローしている時などは煙突後方から排気されるのが特色である。日本国有鉄道では D51 型に対応したギースルエジェクターをオーストリアから輸入し、1963年3月に長野工場で上、 諏訪機関区所属の349号機に試験的に取り付け、中央本線で試運転を実施した。また、同時期に、郡山工場でも森岡機関区所属の357号機に取り付けている。その後は、ギースルエジェクタの日本での製造販売権を取得した、利権金属工業が製造し、D51K34 両を対象に取り付けが実施され、 輸入品も含めると、計36両が本装置を装備した。取り付け改造の対象は、なめくじ形以外の100番台から1100番台までで、標準型、半戦字型、戦字型のすべてのタイプに取り付けられた。なお、無塩化の進捗もあり、本形式36両を除きそれ以外の車両への採用はなかった。するエジクタ装備機の主な配置区は所だが、 短期で1200トンの運搬列車を牽引する運用を持っていた北海道追分機関区に重点的に配置されていた。また、秋田機関区では8両の D51 に取り付けられているが、これは一度に8両揃ったのではなく、廃車などによる装置の譲り渡しによるものである。ギースルエジェクタ装備機は上記や帰宅のような少数の譲り渡しの例を除いて、 ギースルを装備したまま廃車となったが、315号機の、ように北九州に転属後、再度通常形の煙突に戻した例もある。朝日、朝日川機関区、岩、岩見沢第一機関区、つい、追い分機関区、秋、秋田機関区2003年現在、装備機のうち、D51349.842953.1119? の4両がギギするエジェクタを装備したままで保存されている。D51-232.345 も保存されているがパイプ型煙突となっている。1975年12月13日、国鉄最後の D51 牽引旅客列車となった室蘭本線225列車を牽引したのは、大岩木区のギギする木953号機であった。また、 1975年12月24日に国鉄最後の蒸気稽引貨物列車にして最後の蒸気機関車本線運用列車でもある夕張線6788列車を稽引したのもお岩毛区のギリスル機241号機であった。ありがとうございます。